こんにちは、粟田洋介です。計画を立ててこうしようと思って実行するんだけど、その途中で計画通りにいかなくなっちゃったとか、こうしようと思ったことがうまくいかない、ちょっと難しかった、そんな時に違う方法だったらもっとうまくいくのになとか、こうした方がやりやすいなとか、そんな感じで計画っていうのをぶち壊して、どん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 自分がやりやすいように変えていく、それでいいんじゃないかなと私は思っています。そして今回はそんな感じで絵を描いてみました。今日はこのキャンバスに最初にちょっと抽象的に絵を描いて、その後に具象的な絵に変えていこうと思います。具象的っていうのは抽象的の反対で、目で見てなんだかわかる人とか動物とか物とか、そういうものですね。で、抽象的っていうのは形とか模様とかそういうのがなんだか特定できないもの、それを抽象的と言います。で、今日は久しぶりにイーゼルで描こうと思います。これはそこまで大きくはないんですけど、ある程度のサイズの絵を描くときはちょっと距離を空けて見ながら描いた方がいいので、こういう風にイーゼルで描くと描きやすいです。それから多分下を向いて描くよりも首にはちょっといいんじゃないかと思います。いつも撮影した絵を見やすくするために机の上で描いてるんですけど、結構スマホを見るとか机の上で描くとか、下を向いてする作業をすると首にあんまり良くないと思うので、イーゼルで描こうと思います。ではまず最初は濃い色と薄い色、中間の色みたいな感じで、コントラストで抽象的な絵を作っていこうと思います。ちょっとこのキャンバス汚れていますが、色を塗っていくことによって汚れは消えていきます。全体的に色を塗っていくつもりだったんですが、ちょっとこんな感じにしておいて、ちょっと違う色を塗っていこうと思います。なんかもっと白黒で、で、ところどころに濃い部分があってみたいな絵を描こうと思ったんですが、なんかいろんな色が混ざって、なんかカラーの変な絵が出来上がりました。普段私があまり描かないような感じです。でもそれはいいことで、いつもと違うイメージが出来上がって、違うバリエーションで描き始めることができるっていうことと、こういう感じだといくらでも描き足しようがあるんですよね。どんどん色が混ぜ混ぜになって、なんかこの色合わせ私は好きです。ちょっと絵が乾いたら、もう少し抽象的なものを足していこうと思います。ちょっとある程度乾いて、これからまた抽象的なものを足していこうと思ってるんですが、どんな風に足してっていいんだかわからなくなってしまいました。多分それはこれから抽象的なものを足して、その抽象的なものを具象的なものに変えていこう、そういう風に考えてるからなんじゃないかと思います。そうすると抽象的なものをバランスを考えて描くというのにプラスして、その抽象が具象になりやすいようなものにするっていう二重のことを考えなきゃならない。そうなってくると難しくなってきますよね。難しいことに挑戦するのはいいことだと思うんですけど、わざわざことを難しくするよりも、難しくてもどうでもいいけど面白いものを描いていきたい、そういう方が私はやりやすいので、抽象的なものも足しますが、ちょっと具象的になってしまってもいいやって感じで、ゆるい気持ちで描いていこうと思います。
この先どんな絵になるかわからないんですが、タイトルを思い浮かびました。それは涙の雨です。目からなんか流れてきてるからなんですけど、このタイトルに沿った方向性で絵を描いていきたいと思います。ただその方向性は変わるかもしれませんし、方向性が変わればタイトルも変えるかもしれませんが、変えないかもしれません。描き終わってみないとわからないことですね。なんか単純な絵なのに結構描くのに時間がかかっています。多分いつもと違う感じだから、いつもと違う考えをしなきゃないので、結構頭も使ってるんじゃないかと思います。最初に抽象的なものを描いて、それを具象的な形にしていくみたいな最初の計画はあったんですけど、何事も計画通りにいかないことはありますよね。計画通りにいかないときは肩の力を抜いて、先のことではなく今目の前のこの瞬間だけを考えて、この途中の段階の結果を、少しずつの結果ですね、それを大事にするようにしています。絵の下の部分を描いていこうと思ってるんですが、まあ結構単純に描こうと思ってるんですが、さっきも言ったように大雑把にどう描こうっていうのは分かってるんですけど、描き始めてみないとどういう風になるかは分かりません。とりあえずここまで書いたんですけど、続きは後日書こうと思います。結構シンプルに見えるんですが、かなり頭を使いました。ここまで書くと続きはどんな風に書こうかなっていうのが少し見えてきました。でも見えた通りに書こうとするよりも、書きながらまた新しいアイデアを発見する、そういう方がより違うたくさんのアイデアが出てくると思います。したらまた続きは後日書いていきます。数日経ってからまた再開して描き始めてるんですが、その描きかけの作品がちょっと時間を空けてから見ると、ずっと描いていた時とちょっと違く見える時があります。なのでずっと描き続けてる時には思いつかなかったことが思いついたりすることがよくあります。
それからずっと描き続けてると頭が疲れてくるからなのか、もしくはアイディアの方向性が一つだけに向いているからなのか、ちょっと理由はわからないんですけど、絵を描いてる時にずっといい感じでアイディアが出続けてそのまま完成してしまうってこともあるんですが、今回みたいにどういう風にしようかなとか、ちょっと迷いながら絵を描いてる時は頭が疲れてくるのか理由はわからないんですけど、適当なところで一回やめて距離を置いてそれから描き始めた方がいいアイデアが出てくることがあります。もしかするとずーっと描いてると方向性が一つしか見えなくなっちゃってるのかもしれませんけど、まあ理由はわからないんですけど、ずる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 休みなくやるよりも一回ストップして距離を置いて、まあ違う作品をちょっと手掛けてもいいし、まあ全然別のことをしてもいいし、まあ何でもいいんですけど、一回距離を置いてそれから描くとフレッシュな頭でその作品と向き合うことができるんじゃないかなと思います。と言っても少しずつ完成に近づいているので、ちょっと一気に描いていこうと思います。それで一気に仕上げられちゃえばいいんですが、時には絵を描く時間がちょっと限られちゃってる時ってありますよね。ちょうど今そんな感じで、今ちょっと1時間時間があるんですけど、時間がなかったらまたストップして時間を置いてから描かなきゃないんですけど、できれば今一気に描き終えちゃいたいところです。計画を立てて計画通りにうまくいかない、なんでうまくいかないかっていうと、そうやろうと思ったことが難しいっていうよりもやりづらい、うまくいかない、自分に合ってないということは、その計画は失敗だってことですよね。いくら計画通りに進めてそれをやり遂げるということが素晴らしいからといって、失敗したと分かっている計画、いい計画じゃない計画にずっと沿ってやりづらくて疲れて結果いいものができない、私はそれが素晴らしいこととは思えません。なのでその計画が失敗したということが分かった時点で気が変わると言ったら言い方が悪いだけで、新しいアイデアを思いつく、そしてその新しいアイデアもうまくいかなかったらまたさらに新しいアイデアを思いついて、とりあえずいいと思ったことを実行してみる。そうしているうちにその計画っていうのが最初のとは変わったとしても、最終的にそれはいいプランだったということになります。だから計画なんて変わったっていいし、気なんて変わったっていいし、絵なんて好きなように描いたらいいんだと思います。私は絵を描くこと以外はよくわからないんですが、それは絵を描くことだけじゃないんじゃないかと思います。
なんとか時間内に完成しました。タイトルは最初に言った通り、涙の雨です。ちょっと書き始めた日もタイムリミットがあって、それでストップしたんですが、結果的に頭がフレッシュな状態で完成させることができたので良かったと思います。例えばこの屋根の色とか、今日だったからこの色にしたんですが、結構この辺の色と、あとこの辺の色、その辺にマッチさせるように考えました。ちょっと全体的に最近私が描かないような絵が描けて良かったと思います。ここに涙を流している人の絵を描いたんですが、この人が雨を降らしているのかもしれないし、違うかもしれないし、その辺は見る方の想像力にお任せして楽しんでいただけたらと思っています。ただこれは私自身ではありません。まあどうでもいいですけどね。そんなわけで今回は、最初に計画したこと、思いついたこと、そこからコロ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 気分的に、あとは思いつくように、それから自分が難しくならないように、そういう感じで絵を描いてみました。最初に言ったように、難しいことに挑戦するっていうのはいいんですけど、難しいことによって停滞してアイデアに行き詰まってしまうんだったら、もっと簡単な方法を思いつく、その思いつくってこと、思いつくように努力すること、そしてそれを実行する、それは計画を立てることとは真逆なんですが、そういった起点を聞かせるっていうことも、計画を立ててその通りに実行するっていうことと同じぐらい大事なことなんじゃないかと私は思っています。というか、私が計画が立てられない人間なので、仕方なしにそうしてるだけなんですけどねまあどうでもいいんですけど、絵なんて描きやすいように描いたらいいんじゃないかと私は思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。